小松ジャンゴ。よくわかったね。気づかれないようにしたつもりだったのに、やっぱうまくいかないもんだな。大ちゃん、お前が見られた時点でアウトだろ。けど私がこの人の家に行った証拠なんて何もないわよ。指紋も残さなかったし、コーヒーだって飲まなかったし、この人の虚言だって言い張れば。いや、そりゃいくらなんでも。あ、先にちょっといいですか。え、何ですかそれは。何かあったら鳴らそうと思って。ちなみに私がここに来てることは、うちのメンバーも社長もなぜか白井金も知ってますから。俺たちがあんたを殺してもすぐにバレるよってこと。はい。ついでにうちのメンバーはすぐそこの喫茶店で金とギターを持って待機してますし、社長も事務所でいつでも通報できるように待機してくれています。白雪姫は帰りました。え、帰ったの？明日営業朝早いからって。なるほど。案外賢いんだね。もしかして賢くないと思ったから私を身代わりにしようと思ったんですか？まあそれもあるけど、坂巻の家と近かったし、それに少し腹が立ったのかもな。え？見たんだ。相手は誰だったか忘れたけど、悩み事言ってる芸人に私が解決するわよなんて言ってるの。坂巻は父の友人だった。物心ついた時にはすでによく家に遊びに来るおじさんで、俺もよく遊んでもらったよ。そういえば初めて映画に連れてってくれたのは坂巻だった。坂巻は父を裏切ったんだ。父は最後の最後まで坂巻を恨んで死んでいったよ。長っ。え、すいません、ちょっと長すぎて内容が全然入ってこなくて。まあ他人の悩みなんてそんなもんだよ。そんな簡単に解決できるもんじゃないってこと。解決はできなくても。え、ダメですよって言えたと思います。もし私に相談してくれてたら、どんな理由があるにせよ殺すのはダメですよって話し合うとか、それでダメでももっと他の方法を探しましょうって。すみません、佐野さん、佐野大輔さんいらっしゃいますか？はい、川北署の矢崎と言います。先日から報道されている立谷町の坂巻はじめさん、ご存知ですよね。これもあんたか？いえ、私はむしろこの人たちにひどい目に遭ってましたから。あ、あじゃないですよ。ようやくここにたどり着いたんですね。たどり着いたというか、その坂巻さんの意識が戻られて。じゃあ本人が犯人を？ええ、坂巻さんは自分で転んで頭を打ったと言ってまして。え、こちらとしてはいろいろ疑問点は残るんですが、本人がそう言っている以上どうしようもないんでね。それでその坂巻さんが友人の息子であるあなたに会いたいから連れてきてほしいって。会ってどうしても謝りたいことがあるそうですよ。じゃあもう普通に仕事してるのね。うん、今日も市民会館の出番だった。い
イケメンの探偵いたか聞いてよ。もしくは妙に賢い子供とか。そんなのいるわけないでしょ。そもそも現実の探偵は事件なんて解決したりしないんだから。そうなの？とにかくもう知らない人をホイホイ家にあげたり、余計なことに首突っ込んでうろちょろしないでよ。わかってるって。とりあえず明日ご飯食べに行くから、その時また詳しく話すわ。うん、ありがとね。じゃあまた明日。あの、え、ブレーメンの犬子さんですよね。はい、そうですけど。突然すみません、犬子さんの噂をお聞きして。噂？はい、いきなりこんなこと本当に失礼だとは思うんですが、ぜひ私の悩みも聞いてくれませんか？いや、けど私は。じゃあ、とりあえず中に。結局、解決事務所のことは入れるんだっけ？入れるわけないだろ、あんな大変なことにまでなったのに。いや、それがさ、私やっぱり解決事務所でやっていこうかなって。はぁ？お前全然懲りてないな。すいません。あの、ブレメンさんの次、魔法師匠でセットチェンジ入りますんで、下手はけでお願いします。わかりました。よろしくお願いします。ほら、行くぞ。小松ジャンゴ。